ヤマスドミネーターサトシ選手は1990年埼玉県にて生まれ、卓球を経験した後大学生時代にウィザード MMA ジムで格闘技を始めました。その頃伝説のボクシング世界王者ナジーム・ハメド選手に影響を受けたそうです。グラップリングの試合を経験した後、今は亡き JML というアマチュア MMA 大会で経験を積んで、パンクラスゲート、ベイサイドファイトなどパンクラスの大会に出場して実績を積んでいました。そしてそれ以降はディープでのみ戦っていくこととなります。ヤマス選手が初めてリングネームを名乗り始めたのは2014年7月、ディープ名古屋大会で杉原慎選手と戦った時です。その時はヤマスクルーズ先輩サトシというリングネームで、元 UFC 王者ドミニク・クルーズ選手に影響を受けて、当時からオーソドックスとサウスポーを頻繁にスイッチするファイトスタイルから、練習仲間でありセコンドなど世話をしてくれる梅田康介氏によって、ドミニク・クルーズプラス不良先輩こと佐久間博人選手にあやかったかのようなリングネームとされてしまいました。杉原戦ではタイミングをずらすような打撃で追い込んで、パウンド、肘で攻めるなど試合序盤を大きくリードしますが、その後スイープされると形勢逆転してマウントを奪われて、パウンドと肘での大反撃を受け、2ラウンドにはタックルでテイクダウンされて、パウンドで攻められ、アームロックスイープでなんとかピンチを脱出しましたが、サイドのタックルからのテイクダウンでマウント、バックマウントからパウンドで攻められての逆転判定負け。ヤマスクルーズ先輩サトシのリングネームは験が悪いとされたのか、次戦の阿部道人戦で今度はヤマスドミネーターサトシとひらがなヤマスとして現在のリングネームと同じ響きのリングネームに改名して、洗濯バサミによる一本勝ちを収めます。そして2015年3月、再びディープ名古屋大会に出場した時に、現在と同じ表記となるヤマスドミネーターサトシとしてハシャーン・フヒト選手と戦いますが、リングネームをドミニク・クルーズ選手から取っていながら、入場パフォーマンスでは元 UFC 王者ジョルジュ・サンピエール選手のコスプレを行っていました。ちなみにヤマス選手はジムを移籍していて、この試合から T ブラッド所属として試合に出ているのですが、ジムと大学の同期である神田修一選手がアメリカのアルファメールに海外修行に行った際に、ドゥエイン・ラドイックコーチから教わったシャッフルの技術をジムに持ち帰ってきたことで、それを共有してファイトスタイルを積み上げていったそうです。試合は格闘技歴10年近いグラウンド巧者のハシャーン選手にタックルでテイクダウンされ、パウンドを受けるなど下の時間が長く続き、ブレイク後打撃戦でも圧倒され、それは2ラウンドにも続きますが、左ジャブでフラッシュダウンを奪うも逆にタックルでテイクダウンされ、マウントパンチからバックマウントパンチの連打を受けたところでレフリーストップ、皮肉にもドミネートされての完敗となってしまいました。そして2015年12月には大越貴博選手に TKO 負けを喫して2連敗。同じ T ブラッド所属だった川尻選手も証言していましたが、この頃ヤマス選手が後にディープ王者になることは全く想像できなかったそうです。2016年5月、影丸選手に一本勝ちして連敗脱出したヤマス選手は、東京で就職していたことで2016年9月のディープ浜松大会から所属名をチーム SOS に変えて、さらに階級をバンタム級からフェザー級に上げて、シバニャンこと柴田貴俊選手と戦って、パンチラッシュで攻めてわずか37秒での TKO 勝ちで2連勝。そして2017年3月には高潮隆二選手に洗濯バサミにより一本勝ちし、続く2017年10月の上山雄太戦では右ストレートによる KO勝ちで4連勝とします。2017年12月には元ロード FC 王者フォン・アソル選手に勝利経験を持つ激闘型ファイター中村浩二選手と対戦して、間合いを制してグラウンドでも鉄槌で攻めて見事判定勝利。これで5連勝としたヤマス選手は2018年6月、ノンタイトル戦ながら王者橋田隆博選手と戦います。軽く右ストレートを当てて、この後タイミングを悟らせないようにか、小刻みなステップで前に出てアッパー気味の右フックを当てると、橋田選手がよろめき、追撃の右でダウンさせ、ひたすらサッカーボールキックを蹴ると顔面踏みつけ、さらに MMA 史上例にないような数のサッカーボールキックを容赦なく蹴り続け、最後はアームロックで勝利。5連勝中とはいえ、実績的にはまだタイトル挑戦者としてふさわしくないと思われていたヤマス選手が、まさか95秒での番狂わせ。この勝利によって王座挑戦権を得たヤマス選手は2018年10月、芦田選手とのリマッチを行います。王者として負けられない芦田選手は、この防衛戦にあたってタイに渡ってベースのボクシングにキックを混ぜる戦い方を再確認して臨んでいて、まずは蹴りを散らして様子見をします。対してヤマス選手はいつものスイッチスタイルからトリッキーな動きを見せた後、パンチ連打と膝蹴りなど打撃戦で優位に立つと、芦田選手のタックルを切って、この試合でもサッカーボールキックを連打、そして引き込まれてもガード内から肘とパウンドで攻め、ブレイク後の白熱の打撃戦から芦田選手の左フックをかわすと、バックに回り込んでパウンドを打って1ラウンドを終え、2ラウンド序盤に芦田選手を呆れさせる動きをひとしきり見せた後、パンチの打ち
合からテイクダウンされるも上下逆転すると芦田選手を金網に追い込んで寝かしつけられないと見るや、またもサッカーボールキック、そしてバックを奪ってコントロール、サイドのガブリからかかとでの変則攻撃、トップでもコントロールし続け、テイクダウン仕返されてのパウンドを受けるも1、2ラウンドを制して迎えた最終ラウンド、芦田選手のパンチをかわしてフックの連打を当て続け、トップからパウンド、そしてこのラウンドでも芦田選手の両足を束ねるなど芦田選手をしっかりドミネートするも、ガード内からの肩固めを仕掛けるとブリッジスイープされてパウンドの連打を浴びて踏みつけで逆襲され、ポジションの取り合いからバックに回られても得意のアームロックで守って試合終了のゴング。勝利を確信した山須選手は両手を上げて駆け回り、勝利判定の読み上げが終わるとスポーツマンシップあふれる芦田選手とハグ、ベルトを腰に巻かれた山須選手は感情を抑えきれず涙し、100均で売られていたマスクをつけて写真撮影、ケージから降りるとセコンドの梅田康介氏と感動のハグをして涙とともに花道を戻りました。初体感から半年後の2019年5月、DJ 大輝選手相手に初防衛戦を行います。DJ 選手は山須選手が格闘技を始める前から数々の修羅場をくぐり抜けてきたトップ選手。山須選手にとっては憧れの存在であり、防衛戦でありながら越えなければいけない壁として DJ 選手と向かい合います。試合が始まると互いに構えをスイッチし、ファーストコンタクトの DJ 選手の右ローがローブローとなって2分近く試合が中断。再開後、フェイント合戦から打撃戦となり、アッパーを当てると下がる DJ 選手を追い続けて、ストライカーの DJ 選手に打ち勝ちます。その後もアッパーを混ぜて DJ 選手を翻弄し、DJ 選手のパンチを被弾しながらも一歩も引かずにパンチを打ち返すなど、ボクシングの強さを見せたのですが、前に出ていったところで左フックのカウンターを合わされて、ダウンとパウンド追撃と同時にゴング。ピンチを免れて2ラウンド、ラウンドを迎えると開始早々仕留めにかかってきた DJ 選手のパンチに下がりながらもボクシングで応じて、右フックでダウンを奪うと背後からのパウンド連打で劇的 TKO 勝利。マットに倒れ込んだところを苦楽を共にしてきた空気を読まないセコンドのジェイク村田選手に抱擁され、山須選手も勝利の喜びをあらわにします。見事初防衛に成功した山須選手ですが、それから1年後の2020年5月に2度目の王座防衛戦が組まれるも、コロナ禍により練習がままならないこともあって、自身の都合と社会的状態性を鑑みて、もし大会が決行されても欠場を申し入れるつもりである意思を表明します。そして大会は中止となって、防衛戦は2020年9月に延期され、5連勝中と勢いに乗る牛久潤太郎選手を迎え撃ちます。この試合の煽り VTR では、一部の選手とライジンファンを文字通り煽って格闘技に向かう自分の考えをしっかり意思表示します。1ラウンド軽い打撃の交換から牛久選手にタックルされると、山須選手は反応が遅れて金網に追い込まれて、あっさりテイクダウンを許してしまいます。しかし得意のアームロックがここでも役立って、下のポジションから脱出。山須選手はこの試合でもアッパーを当てますが、牛久選手にボディーストレートを当てられるなど、なかなか自分の距離を作れず、1ラウンド終盤にもタックルでテイクダウンされて、このラウンドをふわっと終えてしまいます。2ラウンド開始早々、牛久選手が左ミドルをクリーンヒットさせ、打撃一辺倒にならずに首相撲や四つで組んで、山須選手に戦いの的を絞らせず、その後も左ミドルを多用して試合を優勢に進めると、左ミドルからの左フックでダウンを奪われ、山須ピンチと思われたところをここでもアームバーを仕掛けて逃れます。2ラウンド終盤、牛久選手が組みに来たところ、右膝で返り打って鉄槌からの踏みつけは避けられて倒されると、そのまま頭部へのキック、そして組まれても肘の連打で反撃に成功しますが、牛久選手は執念のテイクダウンでジャッジの印象を回復します。3ラウンド、牛久選手が組んでテイクダウンに成功すると、山須選手はアームロックスイープからバックダッシュするも振り落とされて、逆にバックを許してしまい、ニアマウントを取られてのアームロックを防がれると、トップからバックでコントロールされ続け、なんとか逃れるとサッカーボールキックで反撃、そして踏みつけに行ったところを倒されるとコントロールされ続けて試合終了。コロナ対策としてマスクを着用して歓声を我慢する会場の観客からは割れんばかりの拍手が起こり、判定は1対4で牛久選手のものとなって、あえなく王座陥落。ディープフェザー級のベルトは牛久選手の師匠である K クラン横田和則代表がかつて巻いていたものであり、山須選手との激闘の末にディープの歴史に新たなる1ページを加えました。敗れはしましたが、2ラウンド終盤の山須選手のフィニッシュに向かったインパクトも大きく、決して山須選手の価値を落とす敗戦ではなかったと観戦していた多くの人が思ったことでしょう。ここまでが2020年9月までの山須選手の格闘技キャリアでした。そんな山須選手は2020年大晦日のライジン26において朝倉未来選手と対戦することが発表されました。日本フェザー級 MMA 選手にとって朝倉選手は知名度的にはかなり美味しい相手です。しかし、もともと海外で挑戦したいという気持ちを持っていた山須選手は、ライジンに出ることで露出も増えて有名になれる反面、家庭を持つ社会人としてはデメリットもあると冷静に考えてもいるそうです。自身のツイッターやホーム団体であるディープ
ープの試合解説では毒舌キャラを売りにしている部分があり、ライジン参戦の記者会見では自らを格闘技を習っているだけの会社員と自虐に見せかけて方々に挑発するというスタイルを堂々と貫いていました。とはいえ朝倉戦、そしてライジンで勝ち続けることで海外挑戦も現実味を帯びてくることを考えると、今後も山須選手から目が離せません。この動画をご覧くださった皆様ありがとうございました。拙い喋りであることと、この動画の一部には私の記憶と主観が混じっているので不快に思われた方がいらっしゃったら申し訳ございません。もしこの動画に間違いやご指摘がございましたら、コメント欄にて教えてください。またこの動画に少しでも面白いと思う部分がございましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。